こんにちは、アメリカン俳句クラブ中級上級のレクチャーです。皆さんはもう初心者ではないので、中級上級で始めていきます。それでまずですね、今日のレクチャーのポイントは3つあります。筋肉、骨、脂肪、この3つもの大事なその体の要素ですね、これをきちんと整えましょうというのがテーマです。まず、この3つでいくとですね、例えば英文エッセイで、イントロダクション、ボディ、コンクルージョンというのがあるんですが、俳句はそもそも連歌の発句から始まります。で、連歌の発句5、7、5ですね、その後7、7って続くわけですけれども、基本は短歌の5、7、5、7、7になります。で、これはどういうことかというと、特に定義はございませんけれども、最初の5、7、5がコンクルージョン、次が7がボディ、最後の7がコンクルージョンとすると、俳句というのはボディとコンクルージョンを抜けてしまったイントロダクションだけの5、7、5が残ったという感じですね。ですからその5、7、5の中に、イントロダクション、ボディ、コンクルージョンを入れなきゃいけないというのが、至難の技に近いわけです。で、これはですね、もう理屈で説明できない。短歌の方がまだ575777ありますから、イントロダクション、ボディ、コンクルージョンっていうロジックで説明することができますけれども、俳句の場合は全くロジックが通用しないと思いますね。じゃあどういうふうに俳句を作ったらいいのかというと、その俳句は言葉の音楽であるというふうに言われますから、音楽と同じようなフレーズ作りというふうな感じじゃないかと思うんですね。例えばロンリーチャップリンとかね、マストーヤが守ってあげたいとか、あるいは渋谷で5時っていうちょっと古い昭和の歌がありますけれども、デュエット曲の昭和で渋谷で5時っていうと、そこからみんながいろいろ想像をして、渋谷で5時、アフターファイブ、そこから何があるんだろう、きっとデートの違いないと、そう思うわけですね。で、ところがこれが、ここの絵に5時っていうと、5時から野良仕事するのかなみたいな感じですよね。そういうふうにその感じるイメージが違うんですけれども、渋谷で5時っていうとロマンティックかな、ここの絵で5時っていうと、ああこれからなんか野良仕事するのかなという、そういう言葉のニュアンスの違いがあるんですが、その、言葉が持つ力とかいうものを使って575で読者にインパクトを与えていくわけですけれども、この最も重要になってくるのは季語だと思いますね。で、季語というのは平安時代から日本人がコツ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 編集をしてきて、この季節はこの花はこの季節、この花はこの季節というふうにしたわけです、はい、ですから、この人も俳句を勉強して知ってもらう、はい、歴史が積み重ねてきた蓄積があるので、一つ一つの言葉に重みがあるんですが、ただ当時のその平安時代からの歳時記を編纂した方々がインテレクチャルな階層の人だったと思うので、歳時記自体には庶民がこう理解できないような難しい大変インテレクチャルな記号っていうのも出てきます。それはそれを読める人は要はインテリジェンスがあるということで、それを理解できない人はインテリジェンスがないという、もうバッサリこう切ったところが記号にはあります。ですから俳句はあくまでも読む側のその知識とかインテリジェンスとかいうものも求められる文学なわけですね。ではまずその俳句を読むんですが、筋肉、骨、脂肪ということですね。で、筋肉というのは何かというと季語だと思いますね。季語で、骨は何かというと、あなたご自身のそのコンポジションであるということですね。それから最後が脂肪。脂肪というのは言葉をいろいろ知っているとか、この言葉の順番変えるとかですね、そういうテクニックとかスキルになると思います。大事なことですね、脂肪も、それから骨も、それから筋肉も。
最初の筋肉についてはですね、記号というものが筋肉になりますよ。で、記号をどれだけ理解しているかと、これを深く理解することが大事だということですね。例えば春惜しむとか夏惜しむという記号が出てくると、皆さんパッともうコンポジションまで浮かんでしまうわけですね、はい、それはもう慣れた記号だから、もう十分理解した記号なので、春惜しむ夏惜しむっていうとガーッといろいろなことがこう頭の中でコンポジションが出てくるけれども、全く知らない新しい記号がポンと出てくるとすると、例えば枯れ葉すとかです、枯れ葉すとか出てくると、それ調べて想像していろいろ考えるんだけど、記号を理解するだけで精いっぱいということにはなります。で、まあそれは初心者の段階でだんだん慣れてくるわけですが、記号っていうのが、例えばポンと枯れ葉すっていう記号をパッと使っただけで、要は筋肉なわけですね。読む側はあーっと枯れ葉すという言葉だけで思ってしまう、春を惜むっていう、それだけでぐーっと来てしまうということですね。次はコンポジションですね。骨になるコンポジション。コンポジションで大事になることは、初心者の時はもう言葉遊びで終わっちゃうんですけれども、それが中級になると自分の世界、自分の身の回りのことを土台にして俳句を作ります。それでさらにそれが進んでいく、いきたいという時には、ドン、要は乱暴とか芭蕉とかがやったように旅に出るということですね。で、旅に出ると日常の自分とは違う自分とか世界とかを発見することができる。で、それだけにそのポエムの幅がぐっと広がってくる。ずっとイメージの世界とかに入ってきやすくなる。自分の世界からこう抜け出てくるようなところがあるということで、乱暴とか芭蕉っていうのは旅にすることで、また豊かな詩を作るわけですね。ですから、コンポジションについては日常の自分も一つ大事ではあるけれども、そこからまた一つ踏み込んでみるということが、一つコンポジションについては大事だと思いますね。の骨格になる部分ですね、ちょっと踏み込んで、で最後は脂肪になる部分ですが、これはこの間レイショさんから質問があったように、古語を古典の文法を勉強してみるとか、切れ字を勉強してみるとか、まあ、順番を変えてみるとかですね、動詞をうまく使ってみるとか、そういういろいろなそのスキル、テクニックっていうものを使うということになります。この筋肉、骨、そして脂肪、こういうものが大事だということで、まずはサンプルを見てみましょう。まずは季語は影楼ですね。最初のサンプルですが、影楼や消えし日記の末に行、影楼や消えし日記の末に行、まあ、これは季語は影楼というものを十分作者が理解していますということですね。影楼、そして消えしっていうことで、影楼だから消えてしまうという、その関係をきれいに解いてますが、ただこの作者がすごいところは、影楼の説明に終わっていない、影楼からずっと違うところに入るわけですね。つまり骨の部分であるコンポジションは、この作者自身がぐっと自分の中にこう一歩入り込んでいる感じですよね。消えし日記の末に行、この宗師さんの素晴らしいところは、そのコンクルージョンになる末に行とかですね、そういう言葉 の選び方が非常にセンスがいいですね。末に行、最初の2行とか中間の2行とか末に行、もうこれを聞いただけでこう読んでる方は胸がキュッとする。ですから消えし日記の末に行、非常に言葉はきれいなわけですけれども、こういうちょっと影楼からですね、ぐーっと自分の内部とか、あるいは非常にちょっとさっきの脂肪ではないですけど、ちょっと違う言葉、ちょっと違う言葉をポンと置いて、最後の575の下語に末に行とかポンとそういう言葉を置かれると、もう読んでる方はガーッとくるわけです。これは、まあ、今言った筋肉、骨、脂肪もバッチリバランスよく備わった句だと思いますね。で、次の3分は、糸湯に絡め取られし移すから、糸湯に絡め取られし移すから、これも
素晴らしいですね。伊藤優、影朗という季語をあえて伊藤優を選んで、で伊藤優の糸と絡め取られるという、その糸と絡め取られるを勝ちさせているというところが一つのセンスなんですけども、この一句も単純にその季語をパッと読んだわけではなく、一歩絡め取られる気づかなまでずっとコンポジションが入って、ちょっと自分の心をえぐるとか、パッとした考えからもう一歩深く考えていくというところで、非常に厳しいですよね。無理やりある意味かげろうと関係のないようなことがぐっと入ってくるので、かげろうと果たしてマッチするんだろうかという不安はあるんですが、非常にうまく、ここがまあちょっとリスクですけど、こうやってリスクを取ってちょっと曖昧な表現になりやすいところをまとめるというのが中級上級の実力になると思います。次は、有名な俳人の言葉ですが、影朗を貧しき者と知らざる、影朗を貧しき者、寂しき者と知らざる。私が貧しいんですけど、もう貧しいなと、影朗を寂しき者と知らざる。ですから影朗が本当は寂しいものなんだということを知らなかった。もしかしたら僕はたった一人でかわいそうな男なのかもしれない。あ、やっぱり春といえども寂しいのかもしれない。まあいろいろこう考えますよね。そういうちょっと一歩踏み込んだ表現をしてみましょう。どう？どう？どう？はい、次のサンプルですね。次は季語が春惜しみです。お守りのお芝居色合わせ春惜しみ、お守りのお芝居色合わせ春惜しみ。これはやっぱり筋肉の理解が素晴らしいですね。春惜しみという季語の理解がもう抜群にいいですね。でそこにお守りのお芝居色合わせ春惜しみ、なんちゅうもう僕とかが読むと青春っていう、青春とか若さというものがこう遠ざかってくるんだけども、その若い時の自分というものはこうはつらつさっていうのは色あせてくるけれども、ノートに閉じられたおしぐさというものは何て言うのか、色あせてから力が出る感じですよね。ですからお守りなの、お守りっていうのは年取って色あせて古くなってこそその力があるみたいな、非常に素晴らしいなと思いますね。ですからこれは割と自然体にですね、スッと出た句ですけれども、その方の日常と、それから春を知るの季語と、それからちょっと深いところがスラッと出るという素晴らしい句です、はい。次のベルは春を知る昨日をたどり途中下車、春を知る昨日をたどり途中下車。これ宗師さんの句ですが、宗師さんの句はさっきの影朗や消えし日記の末二行も、それから春を惜む昨日をたどり途中下車もそうですが、末二行あるいは途中下車、もう非常にこう素晴らしい言葉が下語にバーンと入ってくるんですね。ですから多分その途中下車とか下二行とかいう末二行とかいうのが先に頭に来てるのかもしれないんですが、それをつなぐ言葉がまたうまいですね。昨日をたどりとか、あるいは消えし日記とかですね、非常にこう宗師さんの日本舞踊のように優雅に言葉がこう配置されているという、言葉がダンスをしている、舞踊をしているという感じで、この方も筋肉、骨、脂肪ともに十分ということですね。こういうふうなちょっとこうぐっと違う言葉を探して持ってきてみましょうということですね。それを自分らしく。でこれ次は有名な俳人ですね。春を惜しむ心に遠き夜の雲、春を惜しむ心に遠き夜の雲、まあ、これも一歩その突っ込もうと中に突っ込もうとしてますが、アメリカン俳句クラブの2人の方の句の方はちょっと心の中の掘り下げ方が深いというふうに思いますが、これも割とその心の内面とかいうものをちょっとこうアプローチしているという点で
すごいのではないかと思います。以上が今日のレクチャー。大事なのは筋肉、骨、脂肪、筋トレをしましょうという講義でございました。シーズン夏は7月17日から、秋になった立秋になったあと少しかけてやります。終戦記念日、原爆記念日もそれになってくるんですが、かけて夏はやりますので、皆さんコツコツでいいので2日に1句あるいは4日に1句でもいいので継続して、まずは基礎を学習していきましょうというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。